はい、もしもし。もしもし、ママ。ママじゃないぞ。ママじゃないぞ。はい、というわけで、はい。まつりちゃんです。まつりだよ。ママじゃないぞ。ママじゃない。ママ探してんの？ママ探してる。あ、そうなの。そう、ママ。はぐれちゃったの、ママと。そう。見つけたでも。ママじゃないって。ちょっと真面目なんですけど、はい、サクッとで大丈夫なんですけど。あ、なになに、真面目な占い？うん。存在意義を。存在意義？そう、そう。怖い怖い。何それ。どういうこと？まあ、100万人も行ったじゃないですか。うん。で、1期生ライブとかもできて、まあ、割とやりたいことがすごくできる年だったんですよ、今年は。すごい、ありがたいことに。だからこそ、今後の目標がちょっと悩みどころもありつつ。なるほどね。はいはい。そう。なんか、うん、こうホロライブのみんなで楽しいことをいろいろやっていきたいんですけど、うん、なんかこう、どのポジションにいればいいのかなとか。これは占いでも何でもないんだけどさ。はいはい。なんかさ、誰かのために存在しようと思うよりも、自分が何をやりたいかで存在した方が楽しいと思うぞ。祭りは誰かの何かになりたいってこと？あ、そう、なんか誰かに何かをしてあげたりとか、まあなんかプレゼントとかもそうなんだけど、うん、それでありがとうとか、うん、楽しかったって言ってもらえることが、人権って思う。誰かに認めてもらうことっていうことが一番に重きを置いてるってこと？あ、そうそう、それが祭りの喜び、うん。なるほどね。存在意義っていうのを示せるかどうかわからないんだけど、うんうんうん、周りの人がどういう風に感じたりとか、うん、なんかこれからどういう風にしていけばいいかみたいな道は示せるかもしれない。お願いします、先生。うん、ただ、その、自分自身のなんかこう存在意義みたいなのを考えるのは自分でやらなきゃいけないかもね。はい、ママ。もう先生だったりママだったり忙しいですけれども。はい、じゃあ右と左どっちがいいかを選んでください。はい、上に。今日は右で。右で、はい。はい。まずはちょっとじゃあ現在の真ん中の一番下のカードですね。現在の状況はですね、何かに焦っているなら焦らずに、焦らない方がいい。焦らない方が、良い方向に行く、うん。何かで焦っているんだったら、焦ってやらなくていい、うん。なんかじっくりやった方がいい。っていう感じのカードかな。あとはね、金運は上がってます。おー、そう。まあ、悪くないかな、今は。そこまで。悪くはない。うん。はい。まあ、ただ何か焦ることがあるならじっくりやれって感じ。そして、近未来。ペンタクルのナイトの逆位置で、割と現状維持みたいな感じと、うんうんうん、あとは、なんかこう、ちょっとマンネリみたいな雰囲気が出てくるから、うんうんうん、ただね、焦らないでほしいんだ。焦らない。そう。現状でやっぱり焦るなっていうカードが出てるから、近未来でやっぱりこうちょっと焦りやすい時期に入ってくるんだけど、うん、はい、マイペースっていうのを心がけた方がいいかもね。マイペース、焦ってもいい状況にはならない。なんか椅子に座ってる人がカップを持ってるみたいなカードなんだけど、周りから見た祭りは一緒にいたりすると結構なんかほだされるというか癒されるというか、うん、まあ愛嬌ある感じでまあ猫みたいな。そう、だから別になんか自分嫌われてるんじゃないかとか、うんうん、そういうのは考えなくても別にいいよ。よかった。うん。親身に話をしたいと思われるような雰囲気が今出てるから、うん、だからまあ、祭りの存在意義は何なんだろうとか今ちょっとさっき言ってたんだけど、うん、なんか自分が思うほどそんなにネガティブな印象はないかな。うん。うん、何泣いてんだよ。どうした、大丈夫か不安になりすぎだろう。どうした
不安になってんのかちょっと。よしよし。ごめん。うん、大丈夫だね。よしよし。まあでも周りの環境とかまだとりあえず置いといたとして、祭り側の方を見てこうかな。祭りの深層心理。ちょっとこうミスが出たりとか、うん、甘い部分がちょっと出たりとかしやすいから、そこ、うんうん、甘く考えちゃうみたいなところが結構あるから、うんうんうん、そこちょっと引き締めた方がいいかなっていうのと、はい、あとは、問題点としては、ワンドのナイトの逆位置だから、こだわりすぎるの良くないかも。なるほど。うん。なんか自分をもっと解放してあげた方がいい。なんか一つのことにこだわりすぎて、囚われないようにしてほしい。わかった。うん。なんかいろんなことを考えたりとか、うんうん、なんかこう辛いかったことを辛いことばっかりを考えるんじゃなくて、うんうんうん、楽しいことも考えたりとか、うんうん、何かにこう自分を、心を縛り付けることをがどんどん自分を苦しめるから、依存しないように頑張った方がいいかも。依存しない。うん。なんか辛い時とかさ、なんかこう、いろいろさ、なんか依存しやすかったりとかもあるかもしんないんだけどさ、いろいろね。なんかそれをすることによって、逆に弱くなっちゃうのかなって。強くなるためには、うん、視野を広げて、はい、いろんなものを見たりとか、なんか今まで興味なかったけど、なんかこう、じゃあ美術館行ってみようかなとかさ、水族館行ってみようとか、なんかそういうこう、自分を広げるみたいな感じのことの方が、自分が強くなると思うな。はいはいはい、広く、浅くというか。まあ浅くと、まあ広く浅くって言うと悪く聞こえるかもしれないけど、うん、なんかあまりこう一点を見つめすぎずにいろんな情報を取り入れることで強くなれる。わかった。うん。総合のカードで大アルカナのマジシャンのカードが出てるんだけど、うんうん、まあ逆位置ではあるんだけど、このカードってすごいいいカードなんだよね。うちはね、めちゃくちゃ好きなカードなの、このカード。ゼロから何かを生み出せるカードではあるんだけど、逆位置だとね、ちょっと自信が足りない、自信が足りないから、はい、こそなんか変なことやっちゃったりとかするかもしれないんだけど、うん、なんか今の祭りに大事なことは焦らないこと。そう、焦らない、焦らないでじっくりすることが大事だから、で自分に自信がないっていう部分が一番今ちょっとあれかな、自信を育てていくのがいいと思う、ちょっとずつ。そして最後にアドバイスカードは、はい、ちょっと死神のカードが出てるんですが、死神、ただ死神のカードは別に悪い意味ではないと思っている。死神ってただこれアドバイスアドバイスだから、アドバイス、アドバイスか、うん、そっか。アドバイスの死神カードは、ですね、弱気になるな、くじけるな、うじうじするな、みたいな。はい。はい。うじうじすることによって、うん、何も変わらないことに気づきましょう、みたいなアドバイスカードです。そして、新しい自分になるというイメージを持って、はい。古い殻を脱ぎ捨てて、もうそれを捨ててしまおうっていうようなぐらいの方がうまくいきやすい。わかりました。はい。って出てますね。一皮むけますなんかこういう悩みでさ、存在意義とか言い出した時点でちょっとなんかこう自信なくなってるのかなっていう雰囲気はまあ正直感じるんだけど、まあ、いろんなことやりたいことできたからこそ目標っていうのが見失いやすいとは思うんだけど、なんか多分自分がやりたいことをまず考えてみるのもいいのかもね。なんか周りに認めてもらうより前に、うん、例えばだけど、じゃあ自分にとってなんか何を一番やりたいのか、歌が一番やりたいのか、うんうん、ダンスが一番やりたいのかとか、うん、なるほど、ま、そうそう、ゲーム実況がやりたいのかとかさ、はいはいはい、なんか Apex の大会でもっと活躍したいとか、いろいろあると思うんだけどさ、うんうん、なんかまずは
その自分がないどういう存在になっていきたいのかっていうのを考えた後に、うんうん、その後でいいんじゃないかな。周りにどうやって必要にされるかを考えるのは。わかった。うん。ママ。ママではないけど、はい。おー、ママどこ行っちゃったのかな。おっぱい伸ばして。やめろ、おっぱいはやめろ。でも本当にありがとう、はい、いやいや、まあなんかね、はい、頑張っていこう。うちも頑張る。一緒に頑張るからね。海を見てたらなんか力が湧いてきた。本当に。これが力。いやいやいや、そんなことはないよ。強くなれそう。強くなっていこう。うん、うん、ありがとう海を。いやいや、またね。チューして。チューチュー。チューはちょっと、ちょっとできないけど。チューはちょっと困っちゃうけど。困っちゃうか。困っちゃうけど。また会った時によろしくね。チューをちょっと、困っちゃう。さらに困るだろう。大好きよ。ありがとう、本当に。ありがとうね。またね。うん、またね。はーい、ありがとうね。普通の人の彼氏に